山田百貨店は、かつて、福島県福島市栄町にあった、日本の百貨店である。1930年に、福島県福島市で、山田五福店として創業したのが始まりである。1948年に、福島県福島市の本町通に、山田百貨店として開業。福島市では2番目の百貨店となった。 1965年には年賞8.5億円で1938年に先行して百貨店を開いていた中号の年賞24.5億円に大きな差をつけられ同じ本町通りにあった1958年に郡山市から進出して百貨店を開いた津田屋の年賞10.1億円にも抜かれ福島市第3位の百貨店となっていた 1971年9月に、ライバルの中号が、福島商工会議所の小売商部会で、売り場面積19,338平方メートルに増床することが決まると、もう一つのライバル、津田屋百貨店が1972年に、専門店ビルコルニエ津田屋に、業態転換したのに対し、山田百貨店は1973年に、 日医の100%出資を受けて参加に入り、資本力を強化するとともに、中郷に対抗して、その隣接地に再開発で建設されることになった、平和ビルに進出して、売り場面積9、960平方メートルに増床することが、大規模小売店舗法に基づいて行われた同年3月3日の、福島商工会議所の商業、活動調整協議会で認められ、 11月13日に移転、開業して、福島市で第2位の百貨店の地位を固めた。その一方で1978年3月に、親会社の日位の支援を受けて、金町、武田百貨店、市村、丸光、小宮とともに新時代の百貨店を目指して、株式会社百貨店連合を設立し、同年4月に、 業務委託契約を結んで仕入れ関連業務を集約するなど業務の改革も行った。その後も1979年3月1日に610平方メートルの増床を11月16日に閉鎖された90番館を改装して別館、ヤングフォークス、山田開業するなど拡張路線を取ったが1981年には ヤングフォークス山田を閉店して、再び一貫体制に戻している。そして3月に先行して、武田百貨店と一村の2社とともに株式会社、武田山田百貨店となって、企業としての山田百貨店は消滅した。さらに、1982年9月に、株式会社百貨店連合が、武田山田百貨店や3月に丸光と合併して、 株式会社丸三商品屋を設立していた、丸三商品屋と合併して5社が経営していた、百貨店の経営を完全に引き継いだため、法人名から山田の名が消えることになった。一行、山田百貨店を前身に持つ法人については、ダックビブレ及び桜屋百貨店を参照。ありがとうございます。